警察などによりますと昨日午前4時過ぎ西原町森川の町道の T 字路で国道330号方面から千丸方面に左折しようとした2人乗りバイクが転倒し後部座席に乗っていた中城村の45歳の男性が足を骨折するなどの重傷を負いましたバイクはけがをした男性のもので運転していた男は男性を救護することなくその場から立ち去りました 男性は警察の調べに対しバイクを運転していた男と事故のあった日に飲びの場で知り合いよく知らないと話しているということです警察は防犯カメラの映像などからひき逃げ事件として男の行方を追っています